にちは、グッドテイスト TV のヒロトです。今日も新しいアイテムをレビューしていこうと思います。はい、レタッチニューグリースですね。お値段が 100g で税込み2530円となっております。はい、ということでね、レタッチですね、こちらは大人気 YouTube チャンネル大人男子ラボの宮永エイトさんという方が立ち上げたレタッチから今月ですかね、発売されたばかりのグリースになります。ということで今回もリクエストがありましたんでね、すいません、宮永さんレビューさせていただきます。はい、ということで以前にもこちらですね、同じレタッチからバームのレビューをさせていただきましたが、こっちのバームはですね、まあバームとしてはかなり説得力が強くて、まとめるだけじゃなく、こうちょっと束感作ったり動き作ったりとかもできるような、また香りも発火の香りでね、かなりメンズ仕様のバームだなという感じでしたが、今回のこちらのグリースの方はですね、アクア系の香りということで、まず香りが違いますね。ただ今回のグリースもですね、説得力は強めになってまして、髪につけるとパリッと乾かず、またツヤが結構強く出るっていうのがね、特徴かなと思いました。このチャンネルでよく紹介してるようなバーバー系ブランドのグリースではなく、まあサロン系ブランドっていうんですかね、のグリースって結構こう重さとウェット感は強く出るんだけど、あんまり説得力が強くないみたいなイメージが個人的にはあったんですけど、こちらはそういう感じではなくてですね、普通に結構説得力が強めになっておりますんで、なんかこう動きつけたりとかワックスっぽいようなね、セットにも使いやすいかと思います。まあ一言で言うとメンズの万能グリースって感じなんですけど、このチャンネルいつもご覧いただいてる方に分かりやすく例えるとですね、クックグリースとかそういうのがもっと柔らかく滑らかになって、でつけ心地も軽く上品になってるようなね、そんなイメージでね、すごく使いやすいと思います。はい、ということで今回はレタッチニューグリース、こちらをさらに詳しくレビューしていきたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひ登録ボタンポチしてから、よかったら最後までご視聴ください。はい、まずパッケージから見ていきます。内容量 100g ということで、まあグリースとしては一般的なサイズでしょうかね。カラーはバームの方と同じで、全面ブラック、マットブラックになってます。バームの方と同じ容器のサイズ違いみたいな感じなんでしょうかね。こちらもかなり頑丈でしっかりとしたパッケージになってますね。デザインとしては一見全面ブラックかなと思いきや、近くで光を当てて見てみるとこんな感じで、うっすらとレタッチと書いてありますね。はい、反対側にもこんな感じでグリースとあります。やはりかなり大人の男性が使いやすいようなね、社会人の男性のライフスタイルにも溶け込むようなデザインでね、非常にシンプルスタイリッシュでいい感じです。はい、では蓋開けてみます。回して開けるタイプですね。中身は半透明ホワイトになっております。テクスチャーは柔らかく滑らかで指に取りやすいんですけど、容器傾けると中身がこぼれ落ちてくるほどのトロッと感とか水っぽさっていうのはないですね。ある程度しっかりしてます。そして質感としてはファイバーなし、粘り気なしのねっとり滑らかな感じで、冒頭にも言いましたが、分かりやすいところで言うとクックグリースですね、がもう2段階くらい柔らかく滑らかになってるような感じで、非常に扱いやすいです。はい、手のひらでもこんな感じでよく伸びていきますね。ハード系のグリースみたいな、少しこう力を入れながらねちゃっと伸ばしていくような、そんな感じは全くなく、何のストレスもなく普段使いできるようなテクスチャーだと思います。はい、香りです。清潔感と爽やかさのあるアクアの香り、香水などの邪魔にならない程度のバスタイム調の香りがあなたの清潔感をアップデートしますということなんですけど、その通りですね、今回のグリースの方はかなり柔らかい感じの香りになってますね。なんか石鹸とかシャンプーとかフルーティーフローラルとかね、そういうイメージのユニセックスな香りかと思います。前回のこちらの、てかこれ黒で見にくいですね、ちょっとミスったな、服すいません。はい、すいません。前回のこのバームの方ですね、が発火の香りということで、まあミントの香りですね。非常にスーッとした、こう、ちょっとクラシカルなポマードとかにもありそうな香りだったんですけど、今回のこちらのグリースの方はですね、女性がほんともうそのまま使えそうなサロンシャンプーっぽい香りっていうんですかね。すごくおしゃれな香りがします。まあ香水などの邪魔にならない程度の香りっていうことなんですけど、僕一番最初にこれ髪につけた時はですね、思ってたより香り強めについてるなと感じましたね。自分の髪につけてこうやってセットしてて、もう思ったよりこのフローラルっぽい香りがねふわっと出るなと感じましたが、まあでも 2,3 時間も経てばまあまあ香りも馴染んでね弱まっていき、まあやっぱそんなに強い匂いはね出なくなりますね。ただ完全に無香料になるっていうような感じでもなく、動いた時とか頭振ったりした時とかはね、やっぱりこうちょっとふわっとこの柔らかいフローラル系の香りをほのかに感じますかね。まあただやっぱほのかな感じなんでね、説明にもあった
通り香水とかつけても全く邪魔になることはないかと思いますね。やっぱこちらも使うシーン選ばないようなね、大人の男性でも使いやすいような香りの種類、強さになってると思います。はい、では髪につけていきたいと思います。まあ、あの滑らか柔らかテクスチャーなんでね、馴染みも非常によく、手のひらで広げた時もそうでしたけど、髪につけても全くストレスは感じませんね。今回も分かりやすくコームでまとめてますが、コームの通りもこの通りスーッとよく通ってまとまるんですが、テクスチャー柔らかいんですけど水っぽすぎたりすることもなく、髪につけてもある程度強度が出てくるので、もっとショートの方がワックスっぽく使ったりとか、束感動きつけたりとかっていうセットもしやすいかと思います。また逆に伸びもいいので、もっとロングの方とかパーマスタイルの方とかが伸ばして使ったりとかもしやすいと思います。そんな感じで、ザ・バーバースタイルみたいなね、すごいハードなセットとかだとさすがに髪質によっては難しいかなという感じはあるものの、ちょうどメンズが万能にいろんなセットしやすいくらいの硬さになっていてね、すごく使いやすいですね。またツヤはですね、こんな感じで結構強いですよね。つけた直後とかは若干キラリと輝くような綺麗な光沢感が出ます。はい、そして時間経過するとこんな感じになります。さすがにつけた直後ほどの光沢感はなくなりましたが、でも依然としてツヤは結構強めですよね。乾いて鈍めに落ち着くような感じではなく、結構しっかりしたウェット感が持続してます。そして表面も若干乾いてベタつき感もそんなに出ないんですけど、でもパリッと固まるタイプのスタイリング剤ではないので、ホールド感としてはしなやかな感じですね。柔軟性があります。なおかつグリースとしては結構仕上がりが軽いので、例えばクールグリースシリーズとか、そういったハードな重さ強さが出るグリースと比べると、もうちょっとソフトで上品なキープ感になりますね。なので激しく動いたり強風に吹かれたりすると、まあそれなりに乱れるんですが、固まってないので手直しだったり再セットのコーミングも抜群にしやすいです。はい、こんな感じでセットし直すとまた強めの綺麗なツヤ感が蘇りましたね。そして洗い落としはですね、こちらワックスっぽくも使えるということで、どうなんだろうなと思ってた方もいらっしゃるかと思いますが、純正なグリースになりますんでね、水溶性のグリースになるので、シャワーの予洗いだけでつると簡単に全部流れていきますね。洗い落としは抜群です。はい、レタッチニューグリースね、こちらも注目されてた方も多いんじゃないかと思いますが、メンズのグリースとして考えると、強すぎず弱すぎず、でも程よく強く、重すぎず乾きすぎずといったところで、まあ、ちょうど男性の子いろんな髪型がセットしやすいような中心くらいにね、真ん中くらいにあるようなイメージでしょうかね。すごく万能グリースだと思います。まあ、あと特徴としてはですね、ツヤが結構強めかなと思いましたね。個人的にはつけた直後とか多めにつけたりすると、結構こうキラリとしたね、ラグジュアリーな印象になるかなと思います。香りもサロンシャンプーのようなね、ほのかで柔らかいおしゃれな香りでね、どんな男性でも使いやすいようなね、メンズのスタンダード的グリースかなと思いましたね。はい、そんな感じでレタッチニューグリース気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、こんな感じで今回はこちらのレタッチニューグリースのレビューをしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信しておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄からレビューしてほしいスタイリング剤のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。